たかかった。朝ごはん作ります。めっちゃ気持ちいいこれ。ほんまに美味しい。石川県まで安全運転で行ってみたいと思います。はい、皆さんこんにちは、 K です。新しい企画、女子軽バン一人旅がスタートしてます。滋賀県の牧野高原に向かっております。メタセコイア並木を通りたくて、で、今日メタセコイア並木通って、千里浜ドライブウェイ走って、こっから210キロある石川県の何市やろう。なんて読むんこれ。羽に、なんか佐久郡、滋賀町に向かいたいと思います。始まるメタセコイア並木。あーいいな、これ紅葉やったら真っ黄っ黄なんやな。長福井県に入ります。福井県ごめん、今回通るだけなんやけど、めちゃくちゃ寝れたから昨日車中泊で超元気。毎回ドキドキするんけど、なんか分岐を左方向です。 OK、 今香川を過ぎてあと1時間ぐらいなんやけど、千里浜ドライブウェイまで。いや、お腹空いてきた。はい、石川県の徳光パーキングエリアにやってきました。サービスエリアに着いたんやけど、なんかハイウェイオアシスって呼ばれとって、なんかコインシャワーとか、まあコンビニとか、なんか絶景を見ながらこのご飯食べれるらしくて、ここで買って持ち運ぶこともできるみたいなんで、ちょっとお腹空いたんで、ちょっとこのローカルフード8ラーメンと金沢カレー、どうしようかな、カレーにしようかな。そうやんな、金沢ってさ、そうゴーゴーカレー発祥なんよな。これ展望席で持ってって食べていいみたいなんで、ちょっと行ってみます。すごい、金沢カレー初めて。早速いただきます。特徴的、なんかスガキ屋のスプーンみたい。千切りキャベツが乗っとって結構ルーがドロッとしとる。めちゃめちゃ美味しい。全然辛くないんやけど、ビーフシチューみたいな、ちょっとなんか芳醇な濃厚な味がする。あー、ごちそうさまでした。いやー、金沢カレーめちゃくちゃ美味しかった。あと50分ちょい、千里浜ドライブへ向かいます。天気もいいし楽しみ、砂浜走れる。セルフ、私セルフ入れたことないんやけど、初のセルフガソリンスタンド。パニック。まず切って、給油口積むとこかわからんのよな。できたー。もう覚えたよ。金沢東に出て、およそ600メートル先合流します。ちょっと待って、渚ドライブウェイ通行禁止らしい。ショック。キャー、海や。ちょっと待って、なんで、理由を教えて。なんで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 あ、そういうことね。新型コロナのため渚ドライブウェイ閉鎖します。12日から31日まで。そうなんや。今2時25分。すごいよ、能登道の駅。そっか、もう能登に来たんか。マスクの着用をお願いしております。あ、すごい。見つけてしまったんやけど、なんかさ、道の駅来たらこのご当地のお酒ゾーンに吸い寄せられるんよ。100万石ビール、結構高級なんやけど410円。コシヒカリエール、面白い。じゃあこのタイヤシャワー来たんやけど、見て、じゃーん。車を黄色いラインに停車してください。車から降りて赤のスタートボタンを押してください。1分間サイドとか下を掃除してくれるんやって。ちょっとエブリーちゃん洗ってあげよう。ドライブウェイを渡って泥だらけになったタイヤたちを洗ってあげる。あ、意外に弱かった。洗われてます、エブリーちゃん。あら、よかったね。細かい砂とかは綺麗になったね。無料やからさ、ありがたい。全国他こういうとこあるんかな。大島キャンプ場に向かうんやけど、冷蔵庫もあるし食材を買って向かいたいと思います。今日何しようかな。石川の能登で採れた海鮮食べてすき焼きしようかな、多分。じゃあスーパー行ってきます。ありがとう、タイヤシャワー。はい、じゃあ買い出しも終わって大島キャンプ場着きました。すごい、もう早速コテージある。人結構います。いやー、やっぱ平日ですので。そうですよね、この時期です。組ぐらいですかね、ログハウスに。いやいや、あ、全部にフリーサイト。あ、そうなんですね。ログハウスは誰もいないんで。すごいのどかで、なんていうの、また全然白浜荘、滋賀県の琵琶湖とは全然違う。あら、ログハウス並んどる。ここ、じゃあ駐車します。はい、大柴キャンプ場、石川県高島市到着しました。ここ今日の、宿泊施設。今日はさ、キャンプじゃなくコテージに泊まりたいと思います。一人で、私しかおらん。前にオートサイト一組おるんやけど、全部でここ全部敷地すごいんやけど3組しかおらんらしい。エブリーちゃんお疲れ様。ちょっとじゃあルームツアー行ってきます。あ、意外に写真で見たより広い。テラスありで行きます。お邪魔します。あ、小屋感すごい。冷蔵庫あって、冷蔵庫とテレビとこの小さい棚。あとまあ、真夏にいいな。エアコン付き。で、ここなんと1万円です。どうなん？キャンプ場のコテージ借りるのって1万円ぐらいどうなんやろ？高いんか安いんかわからへんけど。まあ、これも経験として。いいや。まあ、ここ、寒くないし、虫も大丈夫やし、ここで寝ます。もちろん布団ないんで、昨日車中泊で泊まったマットレスとナンガの寝袋で寝ます。で、机もあるから編集できる。探検しようか。で、めっちゃ迷っとんのがさ、ここコインシャワーなんよ。300円ぐらいの。でそこにするか、車で5、6分行ったところになんかスーパー銭湯みたいなとこがあって、どうしようかな、迷うな。とりあえず海水浴場行ってみようか。やばい、石川県やばい、日本海やばいな、すごい水平線が、夕日やばそう。夕日もう一回来よっか。はい、やっぱり、大島キャンプ場から、車で8分ぐらい、アクアパークシオンってところに来ました。やっぱり私全部温泉に入ろうということで、まあ、長距離でもないけど運転してきたんで、何回も疲れとるから明日に向けて、温泉でゆっくりして夜、晩酌しながらご飯作ってっていう感じにしようかなと思います。しかも安っ。ここさ、温泉とプールもついとるんよ。温泉だけでも500円やし、温泉とプールどっちもやったら800円やって、安っ。あー、さっぱりした。やっぱ大事よな、なんかシャワーとかじゃなくてちゃんとお湯に浸かって筋肉をほぐすみたいな。いやー、癒された。やっと飲めるよ。道の駅、能登の道の駅で買った100万石ビール。やばい。最高。では、家で飲んでる方、乾杯。あー、やばい。おいしい。すっきりする。石川県産のコシヒカリが生み出すクリーンな味わいやって。幸せや。ちょうどさ、日もちょっとずつ落ちてきて、貸し切りやし、最高。まあ、この後、夜ご飯、ここで作るんやけど、それはまた、尺的に次の動画で皆さんにお見せしたいと思います。インスタグラムもチェックとフォローもお願いします。では最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。あったかーい。できた。サバの味噌煮みたい。何これ。はいらん。今まで食べてきた缶詰の中で一番美味しい。いってらっしゃい。